シンクロ軸より安定します。エクシーズ軸サンドラ、リュウです。さあ、本日なんですが、サンダードラゴンデッキですね。やっていきましょう。これ生放送でも使ったんですけれども、あのね、回し方結構難しくて、でもそこそこ練習はしました。ただ、今回見ていただく内容はちょっと生放送内の内容になってるんですけども、あのね、シンクロ軸とエクシーズ軸って2つあると思うんですよ。サンダードラゴンデッキって。あのね、エクシーズ軸もかなり戦えるようになってきまして、これなんでかっていうと、あの、新しくですね、モンスターがいっぱい追加されたんですよ、エクシーズモンスター。で、こいつがね、とにかく強いね。セイクリッド・トレミス・メシエ7、M7。これが本当に強い。これ、バウンスできるんですよ。フィールドのモンスター。で、さらに、墓地のモンスター回収するっていうこともできるんですよね。だから、一回使った、例えば、カオス・ソーサラーとか、レビオニアとか、あとクリボールとか、こういうの回収したりもできます。もちろんね、鳥とか、獣とかも回収できるんですけどね。とにかくですね、エクシーズの幅が増えてきたので、このレベルコピーっていうスキルを使うと、レベル5に合わせたり、レベル5に、5とか6とかに合わせたりとかできるんですよね。だから、この辺のモンスターを自由自在に出していけると。で、一応、出せるモンスター全部入れたんですけど、今回。もうちょっとで絞って、環境に合わせてもいいと思うんだけど、今回は出せるモンスター全部、入れました。強いやつ。先行は、映画泥棒。これ効果無効にできるやつね。レベル5以上のモンスターの効果を無効にできるやつを、出す。で、高校だったら、ゼマイオで、セットカード破壊しに行ったりとか、あとトレミスでバウンスしに行ったりとか、アドレウスで表破壊しに行ったりとか、こういうことができるんで、とにかくね、選択肢が多くなったっていうのと、あと意外と事故んないんですよね。たまに事故りますけど、意外と事故らん。で、動かし方は普通のサンドラと同じなんだけど、とりあえず、シンクロと違うところは、同じレベルのやつを並べればいいんですよ。だからね、あんまりね、難しいことは考えなくても、とりあえずどうやったら同じレベルのやつ並ぶかっていうことを常に考え続ければいいんで、そんなにね、シンクロ実行の難しくないかなとは思ってるけど、ただ、除外と墓地とね、フィールドを、全部手札と、全部使うんで、サンダードラゴンっていうのはかなり練習は必要です。はい。面白いんで、ぜひね、使ってみていただければなと思いますね。で、今回の、モンスター、採用するモンスターの難しかったところは、このライデンが、他のところはね、他のモンスターって結構強いから全部何でもいいと思うんだけど、クリボーとか、この辺とかは全部いいと思うんだけど、こいつがちょっと難しくて、ここを、なんかね、他の、デッキだと、例えば太陽電磁部にしたりとか、あとライトロードハンター雷光にしたりとか、あと普通に罠にしたりとかね、いうことで、事故率軽減してるんだけど、ここだからね、ちょっと難しい、かなり。30枚にするとね、ちょっとね、やっぱね、そうは言っても実行りやすくなったりするから、なるべく抑えたいんですよ、デッキの枚数は。なんですけど、なんだかんだ初動枚数が足りないんで、サンダードラゴンって。なんで、って感じ。ここちょっと難しい。で、新しいモンスターと紹介しとくと、これね、聖国神竜、NAR。これレビオニアと、雷合流とか、あとレベルコピー使えばね、簡単に出るんですけども、これ手札かフィールドのモンスターリリースすると、相手のフィールドのカードを、相手じゃなくてもいいんだけど、選んで破壊できるんで。これね、ほんとごく稀に出すから、これ抜いてもいいんだけど、ロマンカードとして、かっこいいし、なんか、入れているって感じですね。これ抜いてなんかトレミス2枚目とかにしてもいいと思います。はい。というわけで早速、エクシーズ軸サンドラのパワーをね、見せていきましょう。デュエル、スタンバイ。サンドラエクシーズレード高めたらめっちゃ強そう。そうだね。うん。俺もそう思うけど。ああ、でもこれも、これ弱えなぁ。カオスソーサラー出すかって言われるとかなり微妙だもんね、これね。出さないと死ぬっていうんだったら出すけどさ。これきついな。でも出すとかいう選択肢も、出したところでカオスソーサラー棒出しだもんね。それはさすがに弱いし、サーチも入んないしな。次のターン何もできないから、これエンドだ。こういうことはあるね。だから、こういうハンドは結構ある。こういう時にどうするかみたいなとこはあるね。鳥。ナイス。マサ。ああ。オッケー。半蔵了解。忍者はワンキルしてこないでしょ。はいはい。お水2ポーチ OK。2ポーチ OK。 手札効果か。手札効果ブルーニンジャ入ってんだ。
変化の術をセットしてくる。オッケー、変化されるね、変化されるで除外してくるやついたな確か。1枚セット、なるほど、超変化かな。うわーに、うわめっちゃ強えハンド、これすげえ強え。なるほど、まあ、それは受ける。あとはちょっと巻き絵でカオスソーサラーで除外しに行くしかないんだけど、こうして先にね、なんかね踏ませたいね、なんかなんかしらでカオスソーサラー出さなきゃいけない番目だと。レビオニア強えけど、強えけど、これレビオニア先じゃないっぽいな、後からレビオニアっぽいけどな。先レビオニア出すと、除外から戻ってきて、あでも先レビオニアでもいいな、先レビオニアでもええわ、ここでええわ。カード足りそうだね、そうだね、ちょっとやってみるわ。でレビオニア効果で雷電流効果、さあ伏せカードを基本的には割りたい。変身するしかないんじゃない、だから多分相手、ほらトップが割と仕事をしたみたいなとこはある。おマジやったぜ。じゃあだな、デッキから手札に加えるカード、鳥か、鳥だな。さてはこれむず、破壊して除外から呼んでアドバンスして、アドバンスして除外が呼んできて鳥だな、鳥だな。で除外してまず とりあえず伏せ2枚は絶対吐かせないといけないから、これとこれでしょ。はい、超変化と変化、よしよしよしいいぞ。でだ、アドバンスか、鳥、鳥効果こうでしょ。でアドバンスしてこうでしょ。でアドレス、はい、で破壊されるとなんかするんだよね確か。これだからこれ割ればいいんでしょ忍者って。これもこれも、あ無効化できるの、強えな、しょうがないか。でこことここ除外してソーサラ出す、残ってるとめんどくさいんで、これこうですね、これで除外したればいいかな。でこれでバトルベースいってこうだな、 OK、 これどうよ、ワンキル取れそうで取れなかったな、なんか頑張れば取れた気もしないでもない、割と頑張った方ではありそう。セットセットは、とりあえずアドレウス効果は使っても別にいいんだよな、アドレウス効果使ってもいい、はい、もうそろそろちょっとこいつ打っとし、よし OK。 で鳥5出してきて、スキル発動してコピーする、でゼンマイを出す、でゼンマイを効果セット割る、 OK、よし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 、オッケー、これはなんか頑張った甲斐あったな。だから連動はめちゃくちゃ必要だわこのデッキ。間違えたっす、ありがとうございましたもうこの時間にやるとやっぱプレミアするよねみんなね、わかるわ気持ちは。うわー強えな、
所定ガンマ、あでもガンマしかないんだ。あじゃあまだ分かんないか。まだあるか、まだある。破壊されてクリボール引いておかないと負けるか。これソーセーフなりそうだな。あーなるほど。あじゃあこれフォーカスフォースでワンチャンあるか。フォーカスフォースがワンチャンあるんで、こうして雷獣除外して雷電、雷電、うん、はい、で雷電、雷獣効果、雷電効果、これは雷号ですかね。雷号持ってきましょう、出せるから。で雷獣効果で雷獣引っ張って、あーでも伏せ除去しに行った方がいいかもね。伏せ除去しに行った方がいいかもしれないけど、強化させたら行ってほしいんだよな。伏せ除去しに行って、伏せ除去しに行って踏んで、伏せ除去しに行った方が強いまであるな。こうだな、こうしましょう。でですね、スキル発動してレベルコピーしに行きましょう。サンダードラゴンは確かにどこ止めたらいいか分かんないのは俺も分かる。なんか手数が多すぎるから、とりあえずマストカウンターどっか、もうここはマジでこれ止めないと死ぬみたいなところで止めるっていう感じなんじゃないかな。はいガンマ OK、 はい OK、 はいはい OK、エネコン、なるほど、やりますね。え、でもそれってさ、それ効果デルタの効果発動できないんじゃね。できんのか。あ、効果発動してもね。あーなるほど。じゃあ鳥使って雷獣引っ張ってきて、いやこれコスト足りないんじゃね。全部出しときゃ、これ全部出しといたらコスト足りねえだろさすがに。これは知らねえだろ。これで死んだら俺もうちょっと泣くわ。ブルーアイズの新規何来るかすげえ楽しみ。ツインバースト以外何来るんだろう。復活の福音じゃないですか。復活の福音と強人無敵最強じゃないですか。来るわけないか。はいはいはい、え、マジ、え、それセットカード2枚破壊するけど大丈夫。それ結構やっちゃってんじゃないですか、あなた。あなたね、それはね、やっちゃってる感じはあるね。これはね、やっちゃってると思う。あー、これ俺もやっちゃってるわ。はい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 ですよ、エネコン。どんだけエネコンする。はい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 、でこれで一番高点高いやつをパクるみたいなね。いいよ、いいでしょう。光闇揃えれば勝ちですから、とりあえず効果使います。目覚めします。はい、新規はサンダーエンドドラゴン、光闇除外します。はい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 、自分のモンスター叩き割ります。はい、でアドバン召喚する必要ねえか、何もねえもん。バトル、はいはい、よし、ヘルカイザー量絶対月光やん、 100% 月光やん、何も光んない。ドラゴン目覚めの戦列発動、こうしてこうして、でこれも鳥するしかねえな。鳥出してきて、はいはい、で終焉の地、はっ、カオスハンター、やばいやばいやばい、あ、墓守か、なるほど、墓守、墓守ですね、ミスター社長さん曰く墓守ですね。
カオスハンターからのネクロバ強すぎるだろ、ふざけんなよ、強すぎるだろ、やばいこと起きてるわ。あのセットなんだ、あのセットなんだ。でも融合のなんかやつらあったらやばいから、こう殴っとくか、殴って。でもさ、これさ、墓守り、これ待って、ネクロバレーどうやって突破すればいいんだ。ネクロバレーをどうにかしないと俺終わるぞ、人生が。バトルフェイス入る。これ何、これ、やばい、それはやばい。何が出てくる、融合やつー、融合やつー、終わったハンドガン決まりすぎじゃない、新年から。ちょ、新年からサンダードラゴンガンメタルのやめてもらっていいですか。やばいって、それはやばい、やばい、やばい、劇的にやばい。異能者効果、あー、サーチするやつで召喚師、やばいこと起きてる。一応知らないか、雷獣よりサンダードラゴンの効果によって、いや、これ何持ってきても、何持ってきてもこれ回答ないんだけど、この盤面回答ないだろ、ふざけんだよこれ。鳥も、これ鳥も使えねえよな、これ除外して、封印の黄金室も使えないし、獣も無理でしょ。これ俺どうすればいいですか、ちょっと教えてもらっていいですか、皆さん。これ、あの、この盤面僕どうしたら勝てますか。手札なんも引かんねえじゃねえかよ、ふざけんなよ。新年明けましてやばすぎ、明けましておめでとうございます、ガンメタ。対戦ありがとうございました。